はい、どうも始まりましたウサグチャンネルです。よろしくお願いします。今日は燻製を使った晩ご飯を作っていこうと思うんですけど、まあ、燻製はね、何回もね、作り方も説明しているのでさらっと流していこうと思います。はい、ではね、まあ、燻製の作り方なんですけど、まずはね、めんつゆなどで作ったタレの中にね、ゆで卵を漬け込みます。で、大体ね、まあ、1日ぐらい漬け込んだ後にそのタレからね、取り出して冷蔵庫の中でね、乾燥させます。乾燥させた後にいよいよ燻製をするというね、感じなんですけど、こんな感じでやっています。